雨なんですここのところ撮影の日は雨ばかりです。皆さん毎度どうも、ズッキーでございます。もちこさんでございます。我々ただいま雨宿りをしておりますいや、どこにいるかというと、こんなんで分かる人は分かるかな。ここ伏せ、この我々が背を向けてるこの建物が伏せ駅でございます。今雨なんであれなんですけど、ちょっとそっち移動してみようかな。こんな感じですね。で、今回なんですけど、エキタグパート5になるのかな。で、7線の方をちょっと攻めてみようかと。で、さすがにこの伏せから難波までの間を車で行くとなると、駐車料金がかなりかかるので、今回は初めてですけど電車で攻めてみたいと思います。で、道中いい駅をいくつも通っていくので、ちょっと撮り鉄しながらウキウキ気分で行ってみようかなと思いますので、まあ、本日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ本棚行ってみましょう。雨や、濡れたるでなんか貼ってあるやろなって書いてあったけど、このファンマなのかな、この外にあるの、なんかファンマどうのこうのとか、中のファンマかな、ここじゃないんか、中かな、不正駅そんなによう分かってる、うん、中にあるの？あ、それじゃん、そこにも紙がある。あ、これちゃうか、せやろ、そらそうやろ、そんな外のこの紙間の壁に貼ってあるやんないな、どこやどこやどこや、え、外か、え、これは分かりにくい、ありました、これは分かりにくい。だからまず今日の一つ目、伏せって何やねん、よしよしよし、だエビスさん、エビスさん、こんな顔の人おるな、どないだった、行くで、奈良線初のゲットはなんとエベスさん、えらいシーボブクレア、どっち乗っていこうかな、まあ鶴橋に出るだけやから どれでもええねんけど、うん、とりあえずほんなら切符買うて、うん、次は鶴橋、うん、移動したいと思います。これちょっと切符小出しに買わなあかんから面倒くさいな、うん、そこな、よしでは鶴橋駅行きます。さあ、もうこれ乗っていこうか。これ。これ。
17時22分。あ、でもちょっと撮りたいな、路線は。大阪線は、よう行ってるから、いっぺん奈良線の、ここ乗り間違えたら、この間の上田口も長かったけど、ここのエスカレーターもっと長いから。え、そうなん？見てみこれ。ほんまや、めちゃめちゃ長い。なんの稲田もには早いで。これだからこっちは、もうその上の階のこの こっちは大阪線の方も行くけど、こっちはもう直接奈良線のもう一個上の方まで行くから。そうか、3段そうそうになってるから4段な、地上と合わせたら。ここがこの大阪線ホームが3階やから。だこっちは来たことないやん。え、上はあるやんか。え、何回もあるって。え、記憶力ゼロやん。上の分登った。あ、登って登った。降りた降りた。いや、降りてはない。地上に降りた。地上じゃないけど地上に降りた。ここから乗ってる。ここから乗ってる。ここから乗ってるというか、鶴橋からこっち来てここに乗ってる。あの、駅のベンチでぶつあとなっとったんやろ。暑い日に。あ、そうか。せっかく7線をメインとして撮ってみよう。これさっき今日これ以上行かれへんな、雨で。うん、びしょびしょの雨で。あの人何してはんねん。さあ、なんかこれ一気に2個が増え、カートはじゃん。おー、こっちは火の鳥や。お前、奈良線のガードラいきなり来てな。こっちやったら合うやろ。これに乗んの。乗らへん。これ乗ったら最大限。あ、そうなの。あれやな、火の鳥。よく考えたら、半な火の鳥やな。なんで取らへん。ええ、また火の鳥か、思ってみた。よく考えたら、奈良線の方も。久々にでっかいパンタみたいな。ええな、これやっぱ俺こっちの方が好きやな。うん、そう言うたら、なんかアーバンライナーの一個がシングルハーブになった。一個だけ？うん、一編成だけな。一編成だけかどうかわからない。え、一郎の中の一個だけじゃなくて？一個だけ。一本だけじゃなくて。一個だけシングルハーブに変えて何するの？近鉄アホになったんかな。一車両だけってことなの？じゃ、一編成。一編成、うん、どれを一つやと思って。一本で一本で一つ、うん、それやったらそうそう。さっきおるよ。お前これ乗っていったらいいんだけど、もうちょっと撮りたいやん、せっかくやから。女性もあんまり来たことない。え、どっち向きに乗んの。え、また始まったな。今の最大時期やったよ。こっち向きじゃないの。向こうは奈良やんか。これはもうコツな。コツなんか来たの。俺はカツカツに立ってる木やってんけどな。ほら、もう屋根ギリギリに来ない。うん、特有編成参ります。ほらまた古いの来たで。お、ええな、見た、ええな来た。レア列車来た。これタヌキで、タヌキ顔で6両1編成。これ近鉄の中で1台しか走ってへんやつ。
国前も見た。そうそう、意外とよう合うねん。レアじゃないんじゃん。レアやな、一個しか走ってそんなしょっちゅう見てたらレアっぽくないよな。いやこれな、なんでか言うたら奈良線は距離短いやろ、だからこれが行ってここへ帰ってくるのも早いよ。これなあ、あんまやっとりするとな人の顔が入るのかな。ミャクミャク来たやん。ミャクミャクさんや、久々に見た。ほんまやな。お、ミャクミャク来た。続いてちょっとついでに大阪線の方も見に行ってみたいと思います。これ階段を降りれば下は大阪線のいつもの見慣れた車両が、行き先が見慣れてるな、まず。で鶴橋に行くのは伏せからやったら大阪線でも奈良線でもどっちでも OK。これは何や、快速急行じゃんか。快速急行取られへんかった見送っといて、そこに出てくるのがこれ。これ間に合わんかったね。遅い。遅い。これ悲しいな。ん？なんて？もうここに、ここまで電車が来ることはなくなるわけや。重量。なくなった。大阪線の重量編成なくなっちゃったから。ガードラや。しかもこれ多分4両のガードラ、え、4両？うん、ガードラシリーズ今日もう終わりやん、日本見たで、ガードラ。お、なんか通過するよ。通過や、通過。38本。38本。What's 8本？これ多分アーバンライナー。うわ、ボケた。ねえ、ボケの対象かい。ほらほら、アーバンやんか。シングルか。違うな。忙しごっちゃで。ここかっこよ。急行
こっちで捉えてる、これこれなんかかっこいいね。うわ、両方来た。来たんちゃう？両方来た。うわ、かっこいい。またテンション上がってきたね。うわ、たまらん。だけど、これ乗ろうか。これに乗るの？そろそろ、鶴橋移動しようか。あ、これでも行けるの？行ける行ける。何でも行ける。あ、そうなん。これ乗ろうよ。乗ろうか。ちょっと遠いじゃん。せや、まだこれ、ちょっと遠い。行けんの？ちょっと遠い。間に合うか。ほんまに合うの？間に合うやろ。え、ほんま？間に合うかったら、次の。間に合うの？ちょっと乗ります。乗ります。鶴橋到着でございます。もうこの駅の撮り鉄はええやろ、うん、何回もしてるし、うん、でここがピンポンポンピンポンポンピンポンポンってうるさいわ、うるさい。おっ、おっ、その撮り鉄分を入れながら、うん、おっ、ええの撮れましたか、うん、おっ、かっこええやん。ちょっと綺麗になったな。ホームサークつくのやろ。あ、そうなん、うん、ここへまた後で戻ってこない。一回改札を出て、俺の愛しのビスタカーの愛しのビスタカーがこれさ、けどかぶりよな、かよせな、かよせな、なかぶり、あ、なんかまたこれスペイン村ちゃうか。え、何あれ。スペイン村やな。え、何あれ、青いの。なんでよ、何遍も見てるやん、島スペイン村。あ、いいですね。かすれと思って、踊りや、じゃ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 、スパーニャー。スマライダー30周年バチッと捉えれるかな、うん、あ、おらへんやつや、残念。よっしゃ、先駅タクトに行こうか。おいらはそれをしに来て、せやで、実験脱線。実験が脱線。エスパニョン。この後ろが気持ち悪い。 あ、またガードラー。これはなかなか、さっきのやつ？ガードラーの、ガードラーの快速急行、俺初めて見たな。ちょっと顔取っとこうかな。ガードラー増えてきたな。うわ、うわ、近い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 、ああカウンター近い近い。え、これを取る予定なかった。
危ないとっけ、取り逃すとっけ。出ましょう。改札の付近かな。うん。でまたここへ戻ってくるの。そう、また入らない。これ電車で来て結構難儀やな。これどっちどっち。西出口って書いてなかった。どこの出口。まあここやろな。もう発見してもらう。え、もう発見してもらう。あ、ごめん。いてました。発見。ここは何や、焼肉か何やろ。さあ、パッと行くで。何や、え、あー、コリアンタウンかな。なるほど、なるほど。行きますよ、行きますよ。ちゃう、ちゃう、ちょっと。え、え、顔がめっちゃ映るね。行けたか。オッケー、コリアンタウンゲット。まあ、ええ感じやけど、うん、俺はここ以外で、うん、この鶴橋でカメラ回す勇気もうさっさと中に戻ろう。さあ、もう早々と中に戻ってきましたよ。鶴橋はもう何行こうか。ちょっと、お、火の鳥行っておって。久々やな、上本町。灰原行きになってる。灰原行きになってる。ほんまや。さあ、どこへ、どこにあんのか。そこもうまず出ようか、一回な。うん、さっき出よう。あれやな、え、都会の駅やからさ、うん、なんて駅タグちょっと順番待ちしてたりしてさ。あんまり騒がれへんな。あったあったとか言わへん。待ってはったな。せや、待ってはった。さあ、さあ、これはどこや。近鉄百貨店の何やらとかあれだったね。え、近鉄百貨店のどったらこったらとかあれだった。あった。すごいよ。いや、これあかんで、矢印したある。ご丁寧に矢印でカカってしたある。矢印してあるやん。こんなんなんでそこに貼ったんや。低いね、ほんで。なあ、これは何やろ、近鉄百貨店かな。何、何なんやろ。さあ、もうこの駅や。え、あ、駅。うん、もう無理やりや。
ない、何もないから何もないから行くね、うん、それではあかんやろ、お、来た来た来た、はい、ゲットしました。これでまた乗らないこれで、うん、こっからは各駅やで、意外と多い。次日本橋、日本橋、日本橋隣の駅や、うん、ありがとうございます。さあ大阪線の終着駅上本町、あ、今ちょっとあれだけ見に行こうか。どれ？3番ホームが万博かなんかのあれでバス乗り場になって、どこそば都心席なんだ。このホームがもう、あ、もう使ってない。なくなるの？もう使ってない。もうこれ、ここのホームがなくなる。この3番線がどん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 なくしていかはるけど、ちょっとぐらい歩かしてね。なあ、この壁の向こう側がな、この上から、うん、が、あのバス乗り場、そこへ直通できるようにっていうこと。え、ほらここは何になるの？で、なんかこう、もう、あの人が歩けるスペース、うん、になるみたいよ。まあ正直こんだけもホームいらん状態だからな、うん、ほぼほぼ特急はこっから出発せえへんし、この、これ乗りたいわ。東端式のホームってこれがかっこいい。並んでるの。これもトイレ。言うても。え？言うてもトイレ。宇治山田まで快速急行だから、まあ、あの急行ほど時間はかからないんやけど、サリーとてこれみんな乗る人はみんな奈良の人、奈良とか、まあ、そうやな、三重の人、うん、奈良、三重の人は特急乗るやろ。で撮ろうかな。久々に聞いたんですよ。しかもシリーズ21やん、うん、今このカラーリングのシリーズ21の6両編成は片っぽが相方がミャクミャクになってるから、うん、虫か、うん、虫や、虫か、うん、俺電車に向けて手振ってんのかな。虫がかっこいいけどな、いいですね。出た、出ました。こっちも階級ちゃう。これはちょっと短めやな。青山町か、うん、俺も階級。これはもう完全に名張までの人向けかな、うん、まあ、大半の客は5移動で降りんやろけど、うん、さあ地下ホーム、まあ、なかなかここで乗り換える人おらん。後ろ並んどくと邪魔や。街の地下ホームの方も久々よ、うん、結構離れてるんだからなシリーズか、
行く行く、うん、これなんとなくもうそろそろ島風の帰りが帰ってくるんちゃうかな思うんだけど、島風が今なの、そろそろ戻ってきそう、海藻の島今のような気がすんねんけど、 The Limited Express bound for Osaka Nama is arriving at track 2. To board the Limited Express, a Limited Express ticket is needed in addition to a basic fare ticket.柱で全然見えへん、南大阪線のエースとえらい違いお前な、なんやろ、大きいかな、いや大きさは一緒や、ただただこれが2両なんかなんかなんかミントで見えるわなんやろ、 でっかく見えるな、うん、特急やーって感じする、上がってきた上がってきた、かっこええやん、8619やからさっきの戻りだわ、これちゃうかな、何がそうやろ、ほらさっきの6両のやつだ、これやオーラギだ、オーラギだ、高安でお休み今から行かんの、買いそうやね、もう今日の一仕事終えてこれ確か難波の駅見えてたはずやな、ほらほらほら、うん、見えてんの、見えてる見えてる、ほんまや、あ、なんかおる、何がおる、ピスタカーがおる、これ何駅か分かった、すごいね、これでさすがに無理か、これは分かれ、分かんわ、奈良や、奈良、奈良、こじっとできへん、うん、
ほんなこれまだズームできんねん。もうこれで暴れた。うん、これで目いっぱいや。誰か俺の右腕を固定してくれ。すごいね。こんなんしてる場合ちゃう。液タグや。もうこっから、うん、なんかいやこれも深いわ。ほんまや。深いわ。あの難波まで歩こうかな。難波ウォークは。え？難波ウォークや。どこよ。どこや。ん？え、持ってんの？ないで。ここ。違うとこが出たんちゃう？ここ何で行く？いや、こんなとこ行かへんな。どこや。ここ違うんか。ない。ないで。一つ移動してきましたけども。あった。ほんま。何やねん。ありました。あった。ありましたね。どうなることかと思ったで。さあ、日本橋。何やろ。でんでんダウンちゃうん。何よ日本ブラシ駅や、うん、駅や駅か行くで、うん、やるで、うん、OK、うん、ゲットしました。そうですか。何これ近鉄駅、国立文学劇場って書いてあるやん。文楽な。あ、文楽劇場って書いてあるやん。なるほど。なるほど。よし、ほんだらちょっと難波まで散歩や、うん。もうこの一駅乗んのアホらしい。うん。あかん。風が。あかん。ずら飛ぶ。ずら飛ぶ。ずらと帽子な、かぶってからな。ずらやもん。ずらの帽子。ずらの帽子や。ずらの帽子。ナンバーを。さあ。このまま歩いたら。行けろ。もうすぐ。ナンバーワーク久々や。うん。ナンバーワークいっぱいあるな。どこやろ。どこや。迷っております。その場所は分かんないけど、うん、どれが東出口とか、どれが東出口とかあんのちゃう。なんかぽいな。ここらんちゃう。あるとしたらだけど、いつものパターンで言うとこの辺やろ。いつものパターンで言うとこの辺。あの人の後ろは？違うな。ある？それ違うな。あった。あった。これここ？こう。ポスター見てたけど、そこ上見てなかったわ。こんな。ここは何やろう。ナンバーは何なの。誰かもんやん。なんでか。え、大阪ナンバーやん。
あ、道頓堀やな。道頓堀、うん、行きまして、はい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 、ゲットゲットしました。あっさりと全部行った、全部行ったかな。ちょっと離れようか、あっち行こうか。さあ、とりあえず5つゲットしたので、はい、付箋に戻る、戻るんだな、感想とかあんなの。俺さすがにこの、うん、こんだけ人おるところで、うん、あれ水くんすごい、すごい、ここで、はい、言ってんだろ。すごい、すごい、めちゃくちゃすごい。そんなに、でもそれぐらいならんとわかんねやろな。無理。というわけで、感想とかは、うん、車でまた喋りたいと思います。はい、では、後ほど。車に戻ってまいりました、とりあえず今日で、うん、何個5個5個5個集まったんかな、奈良線5個、そして大阪線がコンプリートかな。お、大阪線コンプリートやな。コンプリートしました。なんやかんやでこの今日の5つの方が今までより回るのきつい。めっちゃきつかったな。うん、駅がさ、うん、あのなんか田舎の駅回ってる方が楽やな、やっぱりな。楽楽、人少ないし、っていうか車が止められへんからさ。あとはだから奈良線と、うん、奈良線の残りと、うん、で京都線、うん、で、まあ、あとさまざま細かいやつ、うん、なんか鬱陶しいのおんねん、うん、王子駅とか、うん、何よっていう感じ。どこなんそれは。王子やんか。王子って生駒線ちゃうかな。王子、うん、ほう、ほんでまあ一番難関なんが名古屋線。これ名古屋線がやったらと多いのよ、うん、名古屋線何個あんのよこれ。めちゃめちゃあるで。しかもなんか鬱陶しいことに湯の山温泉いうのがおるからな。え、これほんま何個ある。一個伊勢中川だけ取ったんだよ。22個。うん、いやいや、これはもうな、これはな、さすがにな、車もちょっとちゃうし、これはフリー切符を買った方が賢いかな。莫大な金が発生することになるで。で、だいたいな、車でっていうかだってやで、まず俺ら伊勢中川まで行くのに2時間ぐらいかかるわけや。そっから名古屋線攻めるってなったら、まあまあの時間かかるから、まあこれに関してはやっぱフリーキップ買ってやる方がええかなと。というわけで、本日はここまで。またちょっと時間ある時に行ってみようかなと思います。はい。
この動画を良かったなと思う方はチャンネル登録並びに高評価、もうまたいいよまたいい高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。では次回またお会いいたしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。パンやで。運動不足だ。どうしちゃう。もうわかんない。実況しだして。からー。